ロジジバーのラジオジです今、メインチャンネルにね、えー、トレードの実況中継の動画を上げました。ちょっと慌ててやってたんでね、シャツがこんなこと、こんなふうになってましたけど、ね、<laughs> あれ直してて、直してやり直してももう、リグイシーンがね、トレードの実況中継シーンが <laughs> あるのでて、もう直せない。 まあね、えー、そんな感じで、えー、今、日経平均だけてしまったんですけど、まだあと、えっと、ノルウェとポンド円を持ってて、これね、難しいんだよね。新規使うし、えー、どこでね、パッと戻ってきちゃうかからないんでね、なかなか難しいですけど、まあ、こういう年末の下げの時はね、まあ、売り上げで徹底っていいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じで今、えっと、今、メインチャンネルにね、 えっと実況中継の動画を上げたところです。えー、もう今日はそろそろ終わろうかなと思ってたりするんですけどね本当はもう一本、えー、大物の動画を上げたかったんですけどそっちがまだできてないうちにそれをやってたら、えー、なんか日経がどんどん下げてきたんでこれはちょっと自分も手じまいたいし、えー、実況中継するかと思ってね実況中継をしてみましたけどねそんな感じですね。 えもうおみそかですよね。僕は31日火曜日はね、えー、ちょっとランニングをする予定なんでね、なんか風が強そうなんですけど、走りたいなと思ってて、今ちょっとお腹空いてきたんで、これから中食べていきますけど <laughs>。ごめんなさいね、こんな本当にグダグダした動画で。サブちゃんはこんな感じでずっとやるのでね、 これはちょっとね見、見れねえやって方は本当にもうチャンネル登録解除していただいてね、メインチャンネルだけ見ていただければと思います。で,できるだけね、こんな感じであの、こうか。これで、こっちはサブチャンだよってことでね、サブチャンの時はこの赤い、こっちサブだからね、グダグダ話やってますからねっていうことがね、わかるように,ここに、こう効こうか。ここに、これ入れておきますんでね。はい。 なんかグダグダなんでね、本当に申し訳ないというか、まあ、こういうのも含めて見れる方は見、見たい方はね、見てもらえればと思います。まあ、本当にね、僕のトレーディングもせこいですね。まあ、皆さん、何百万何千万ってやってる中でね、2万、3万みたいな、ね、ちびちびトレードをね、やってお見せしてるんですけどね。 まあでもこれぐらいじゃないとね、やっぱりダメです。あの、シニアはね、これぐらいじゃないと、これでも本当に怖いと思う人もいるかもしれないしね、これぐらいでも積み重なっていったらどんどん大きなマイナスになっちゃうんでね、本当怖いんですよ、トレーディングでね。だからこれぐらいのね、感じでやるといいよ、みたいなね、見本をちょっとお見せしました。えー、が動いてるんですけどね、この後ちょっと何か夜食食べて、もうちょい作業して、今日はもう早めに寝ようかな。 と思っているラジオネジです。だから2020年の相場展望は明日作ってもいいかなと思っているラジオネジです。はい。